いっそ今までやったことがない方向性でやっていきたいですねみたいな、うん、そういう一面を見せていきたいっていう話になった時に、はい、誰かがポロッと革ジャンとかどうなんですかねみたいな話になってその適当なやつただ俺も、うん、俺もでもなんだろう、見た目とかその辺から考えると確かに着たことがない見たことがないっていう意味では革ジャンってまあ普段日常生活でも着ないしイベントでも全然着ないですよ。びっくりしましたこのリアルのジャケット見て。でしょ、これワニですか。ワニです。下野さんとワニってね、うん、なんかもうバラエティーしか浮かばないでしょのに来ちゃってるから、どちらかというとこう俺が飲み込まれてるパターンでしょっていう方が想像しやすい、しやすいでしょ。僕の知ってる下野さんはそういう人だった。俺もそう思う自分でもねそれがね、うん、ワニを食らってるぐらいの、いやー本当に、いや、 やっぱり ね、 いいね、こういう方向性からこうまあ本当に楽曲の方向性も革ジャンとかっていう風なものをこう着たりとかしてこうクールにしていこうっていう風に思うのであれば、じゃあなんか曲調もロックテイストな感じがいいですかねみたいな、ロックですね話になっていきまして、買いましたよ。あ、買っちゃったの。買いましたよ。ありがとうございます。貢献しようと思って。ありがとうございます。結構買ってくれる人多いんだよね。あげるって言って、あげるって言うんだけど、いや買いますよ。ありがとうございます本当に。まあ、その代わりと言っちゃなんですけど、うん、この番組からスタンプがね出まして。あ、本当ですか。買います。あ、本当ですか。僕唯一ね、ゲームのためだけに LINE をやっていて、うん、LINE の機能全く使ってないんですけど、今、そういえば下野さんなんかスマホ的なもの持ってなかったと思う。 iPad あります。あ、よかった。一応 LINE は登録してます。あ、ただ使ってないだけです。ただスタンプは登録します